これが脳の方では代表的なビジョンの顔といわれます若女という顔になりますがまっすぐ構えている時に関して下に向けると曇らせるという泣き顔のような曇った表情に逆に上に向けると照らすという明るい微笑むような表情に変わるこういった特徴を持って私たちがお化粧をして演技をするよりも信じた表情がお客様に伝わるというのが能面の力でもあり魅力でもあるのですが。 非常に大きな欠点がある。それは何かと言いますと裏から見ていただきますと非常に視界が悪いということに